どんなものがアプローチがあるのかっていうのを知りたかったんですけど。すいません、失礼しました。ちなみにこれまだボコボコのうちの B ぐらいだよ。本当ですか？なんでみんなそんな泣かずに乗り越えたのかっていうのがすごい不思議です。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はですね、模擬面接企画なんですけども、視聴者の方からのコメント欄でですね、ノーカット版の面接を見たいっていう声が結構多数寄せられたので、今回はほぼ編集なしでお送りしようと思っております。ということでですね、駿台大学面接官の南さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。どうも、こんにちは。世界最速で日経新聞解説の男、南です。よろしくお願いします。本日、面接を受けてくださる就活生の方、自己紹介お願いします。神田外語大学外国語学部アジア言語学から参りました飯泉千里と申します。今回が就活始めたてということで、これからっていうところで一旦ボコボコにされていただいても大丈夫かなと思っております。ボコボコ経験は今まではないです。あ、ない。対面はまず初めて。友達ともやったこともない。友達とはあります。でもウェブです。それもまあ、ウェブでも全然いいと思うけど、ボコボコではなかったですね。なるほど。はい。飯泉さんのためにも皆さんにはちょっと心を鬼にしていただいて、ぶち切れていただいて。いや、できるかな。できるかな。はい。不安がちょっと残るかもしれないですけど、やっていけたらなと思います。今、志望している業界が商社の方にちょっと気になっているということで、福田商事の採用責任者として南さんに今日は面接していただけたら。はい。福田商事株式会社人事部新卒採用責任者南と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。20分ほどですね、面接をしていただけたらなと思います。では、早速面接の方をお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、簡単に1分程度でいいので、学生時代頑張ったことを、教えてください。はい、私が学生時代一番頑張ったことはタイ語の勉強です。タイ語、はい。はい、その中でも、実は私の先生がタイ人の先生で、日本人の先生とは全く違った教え方をする方でした。特に一番辛かったのは、先生がテストの点数をクラスで開示してしまったことです。というのも、はい、テストの点数であったり順位っていうのをクラス内で開示するんですね。開示して、お前ビリだよっていうのを言われたんです。私も実は1年生の時にすごくタイ語が苦手で、ビリだったので本当に。で、それを開示されてしまった時にすごく悔しく感じました。まあ、もちろんですけど悔しく感じました。で、でも悔しく感じて、でしかも先生なんでそんなことするんだよって思ってるだけではダメだっていうふうに感じて、先輩に相談をしに行ったんですね。そうすると多くの先輩が言うのは、あの先生ってめちゃくちゃいい先生だよっていうのをすごく言うので、どうしてだろうっていうふうに思って、じゃあ先生の人生とか考えたことを知りに行こうっていうことで、タイ人のその先生のオフィスに週3回お昼休みの40分を使って、ちょっと一緒にご飯を食べるって形でお話を聞きに行きました。で、その上で先生の性格であったり、本当はじゃあ何をしたくてその辛いことを学生にするのかっていう意図を知った上で、学習すること、意図を知ることで、学習に対するなんていうんですかね、辛いことが軽減して勉強に集中できるようになりました。最終的には B だった成績から、ディスカッションのクラスでクラス MVP っていうものに選んでいただいて、20名中1人が選ばれるんですけども、その選んでいただいて、かつ成績は一番上の A プラスっていうものをもらって、タイで将来活躍してねっていうことを言っていただけるようになるまで成長しました。これが私が一番大学で頑張ったことです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、そもそもなんでタイに興味持ったんですか？はい、私がタイに持ったきっかけっていうのが、夏休みの高校3年生の時に夏休みにタイにたまたま旅行に行ったことだったんですけれども、はい、その時実は欧米の方の考え方がすごく好きで、それ、タイに行って感じたのが、日本人の目上の方にすごくリスペクトする部分と、欧米の方みたいにすごく自分の意見をしっかりと持っている部分の 50%50% が合致したのがタイ人だなっていうふうにその時感じたんですね。それで、私こういう人の周りで働きたいだったり、こういう人と日本をつなげる役割になりたいっていうふうに感じたのが、タイ語専攻を志望した理由です。それって何日間行ったんですか？タイに旅行ですか？はい、1週間行きました。1週間で人生の結構大きな決断をしたってことですか？はい、1週間で大きな決断をしたっていうふうに考えています。そこのモチベーションがなんで起きたのかをちょっと聞きたいんですけど。もともと実は中学校から高校まではすごく英語に注力をしていました。で、高校までに実は納得いくレベル、会話レベルまで行ってしまったんですね、自分の中では。英語が？そうです、英語の会話レベルが。留学はしてない？留学はしてないです、全くしてないです。で、そこでそう感じたので、じゃあ英語じゃ、なくてもいいかって考えてたんですね、実は頭の裏で。で、じゃあ次何やりたいかっていうのを考えた時に、ちょっとそこで出会ったタイでいいんじゃないっていうふうな感じです。他の国行かずにタイだけ行って、タイで決めたんですか？ですね、今まで海外旅行には20カ国ほど行ったことがあるのですが、はい、結構幼少期の時に、小学生の時とかに行っていたので、なかなか人の性格であったり考え方っていうものにまだ触れるっていう機会はなかったんです。でもタイに行った時は、タイの人ってどういうこと考えてるんだろうとかっていうのを考えながら行っていたので、たまたまなんですけども、その時はすごくタイに惹かれたっていう形です。20カ国はそれ旅行ですか？それとも旅行です。旅行プラス両親と一緒に。はい、母親と一緒に行っています。両親はなんでそんな海外好きなんですかね？それは正直ちょっと分かんないんですけど、母はすごく海外旅行好きで、はい、英語は喋れないです、母は。でも好きです。じゃあ結構海外してると思うんですけど、弊社日本企業なんですけど、はい、外資系企業で現地で働きたいって思いはないんですか？そうですね、実は現地で働くために海外インターンシップっていうものを計画していたんですけれども、はい、その海外インターンシップの計画はコロナでなくなってしまったわけで、最終的に自分の力を試さないで海外で最初からチャレンジするってことが私の中で許せなかったんですね。なので、じゃあ日本でしっかりと学んで、それが活かせるようになってから海外に行ってもいいんじゃないかなっていうふうに考えたのが理由です。なるほど、なるほど、分かりました。はい、なんか何でもいいんですけど、今までの人生で挫折とか味わったことあります？はい、私の人生最大の挫折が、小中学校で所属していたバスケットボール部、6年間所属していたんですけれども、一度も試合に出ることができませんでした。それまでは一生懸命やっていれば評価をされてきた、人生だったんですけれども、その時にがむしゃらにやっても評価をされないっていう部分ですごく悔しく感じました。で、最終的にその6年間は自分を改善することできずに終えてしまいました。で、最後の試合が終わった時に、私はふと考えたんですね。試合に本当に出ることだけが、私が本当に悔しかった、出れなかったことが悔しかったのかっていうふうに考えると、それは違くって、試合に出るための結果を残すような努力をできなかったっていう部分、そういう自分がいたことが悔しかったです。なので、そこでの学びを生かして、結果を出すためにはどうしたらいいのかっていう部分を、海外インターンシップの契約締結っていうところで大学で発揮したっていうふうに考えてます。もし今タイムマシンがあって小中戻れるなら、どんな手を打ちますか？そうですね、私は正直言ってどんな手も打たないです。打たない。なぜかっていうと、6年間やっぱり悔しいっていうふうに感じての学びだったっていうふうに思ってるんですね。なので、私はタイムマシンで戻ったとしても、そういうふうに変えずに、その経験をしっかりと今自分生かせているっていうふうに感じているので、わざと変えたいっていうふうには思わないです。なんか挫折っていうのは、何か目標があって、その目標に対してアプローチをするわけですね。そのアプローチがダメで挫折をするんであって、じゃあ目標が別に人生の学びを得たいって目標だったということですか、バスケの。目標は試合に出ることが目標でした。で、挫折なんですよね。だけど出れなくて、出れなかったです。出れなかったっていう課題に対して解決策がどんなものがアプローチがあるのかなっていうのを知りたかったんですけど、すいません、失礼しました。特にないってことですね。その時に頑張ったことは、ひたすらに練習を重ねて、アプローチをしていく。で、がむしゃらに頑張る。自分の 120% をその時に出せるように頑張るっていうことが私のアプローチだったんですけども、それは最終的には失敗をしました。で、そこで学びを得たっていう形です。で、具体的にどういうアプローチします？まずは、特にその中で一番頑張ったこととしましては、長距離走の、高校の時に長距離走の大会がありまして、バスケ部は20以内、270名いる中で270名の部員がいるんですか？部員ではなくて、全員で参加するので、バスケ部は10位以内に入れっていう目標だったんですけれども、で、最初その練習っていうものをするんですね。12キロ走るので、女子が12キロ走るのでなかなかきついものがあると思うので練習があるんですけれども、その時は最初は実は60位ぐらいだったかな。で全然ダメだったんですけど、そこの、大会に向けて先生に自分をアピールしたいと思ったんですね。自分できる。でそれをこう家に帰ってからだったりとか、こう学校から家に帰る途中だったりっていうのをこう駅降りて重い荷物背負って走って帰るであったり、他には体幹トレーニングっていうものを月曜日の放課後に体育館が使えないのでやっていたんですけれども、それを家でも自分でやる。他の部員はやらなくてもいいんだけど、自分で自主的に先生にメニューを聞きに行ってやるってことをしていました。わかりました。はい、じゃあ小中の話は置いといて、はい、大学の話に絞って、大学時代になんか感じた、はい、ぶち当たった大きな挫折って何かありますか？大きな挫折、私は先ほどちょっと出てきたんですけれども、海外インターンシップに挑戦をしようと思いました。はい、っていうきっかけが、もともと小中の時、小学校の高学年の時にいじめをしていじめを受けた経験がありまして、はい、で根本的に自分を変えたいっていうふうにその時思ったんです。すごく辛かったので変えたいっていうふうに思って、そこでセルフチャレンジ計画っていうものを14歳から始めました。で、それの一角として大学では海外インターンシップにチャレンジしたんですけれども、その時私は、神田外語なんで無名の大学です。プラス企業とのコンタクトの知り方も知りませんっていう部分で、最初は全く企業から返信が返ってこなかったんですけれども、自分のバックグラウンドであったり今まで学んできたことを生かして3つの具体的な解決策をその時にやり、最終的には4つの会社、タイにある会社からオファーをいただいて2社と契約締結を最終的にしました。わかりました。はい。じゃあ次に志望動機の方の話に入っていきたいんですけど、はい、なんか今話を聞いてると、はい、タイ企業に勤めたいのかなって思って、はい、あれ日本企業マッチしなくねって思ったんですけど、もちろん弊社もタイ事業もありますし、はい、全然タイとは関係ないオーストラリアのガスの話とか、はい、アメリカでのこう食料品とか、はい、イギリス系で金融系とかいろんな事業があるんですけど、はい、タイじゃない仕事もいっぱいあるんですけど、はい、今話聞いてると結構タイしてるなって思ったんですけど。志望動機を教えてもらえますか？はい、私が御社を志望している理由が大きく2つほどございまして、はい、1つ目が自動車産業と光通信産業っていうものに魅力を感じております。自動車産業はちょっとそのタイに関わっていくことでちょっと省くんですけれども、光産業では、今すごく、IoT であったりっていうものにすごく世界が動いていて、日本ではその光メーカーで第2位を誇っていて、それを第1位、光ってそのネットの、はい、ネットの、コネクターを作っている会社なんですけれども、そこの部分で1位になろうっていうふうにしている部分で、プラス1位の部分がアメリカの会社なんですね。で私は短期の留学を通して日本のこう部品とか日本がすごいそういうものづくりに力を入れているっていう部分にこう感動をしたので、それを広めていくって形でその光産業に魅力を感じました。で2つ目の理由が御社にいらっしゃる社員の方々の熱っていうものに魅力を感じています。社員訪問は合計で5名ほどさせていただいたんですけれども、若手、中堅、ちょっと上の方までさせていただいて、どの方も自分が関わっている事業に本当に熱があったんですね。っていうのも、例えば光産業と自動車産業で分かれているんですけれども、みんなが一つの目標に向かって頑張っていて、しかもそれを楽しんでいるっていうのが話を聞いていてすごく伝わりました。私も大人になっても一生懸命頑張れるこんな社員の方々と会社を作っていきたい、盛り上げていきたいっていう気持ちで御社を志望しております。わかりました。理由2つあるうちの1つ目聞きたいんですけど、はい、自動車と光産業の話だったと思うんですけど、これって実際商社じゃなくてもこの会社、例えば、自動車だったら、いすゞとか、光だったらNTT とかっていう会社に就職すればいいんじゃないですか？はい、おっしゃる通りなんですけれども、商材で選ぶことってすごく実は難しいっていうふうに感じておりまして、しかしその商材があった上でやっぱ人と何をしてどんなふうにやっていくかってことが一番大切だっていうふうに私は考えてます。っていうのも今までバスケの経験であったり先生との壁、大言先生との壁のぶち当たったことであったりっていうのに、やっぱり人に支えられて自分も支えてやってきたなっていう思いがあるので、私はそのもちろん事業にも魅力を感じていますが、その事業を人とやっていくっていう部分にすごく感動して。御社を志望しています。人って意味で言うと別に、はい、NTT もとんでもない人数の人がいて人と関わる仕事ですけど、まず、正直な部分を言ってしまうと、最初はやっぱ先生の勧めだったんですね。先生に「お前あそこでやっていけるよ」って言われたから。で聞いてみたら本当にもう一人一人の社員の方がその事業に向かって一生懸命やっているっていうものが感じ取れました。その部分が他の説明会ではやはりちょっと疲れているような様子であったりとか、40社ほど説明会の方を受けたんですけれども、なかなか人と接する機会だったりっていう、支えていくっていう部分がすごく欠落しているなっていうふうに感じたので、御社に一番魅力を感じて私は志望してます。わかりました。じゃあ2つ目の方の話なんですけど、はい、社員の熱があったって話なんですけど、はい、なんか具体的に社員が言っててなんか印象に残ったことってあります？今光産業でアメリカに駐在をしている方なんですけれども、その方が言っていたのが、私は実は1年半で海外に行って研修者として配属をされたんだけれども、そこですごく問題が起きて、すごく忙しかった、怒られた、だけどそれを楽しんでどうしたらうまくやっていけるかっていうのを考えて行動していたっていうことをお話しされていたんですね。でそれって私の今までの人生ともすごく変わってくるなっていうふうに感じていて、誰かに英語お前は絶対できないよっていうふうに笑われたりもしたんですけど、そこの部分でいや何クソって思ってやっていく部分っていうのが御社の社風であったりっていうものにつながっていると感じました。そこが一番私が印象的に残っている社員さんのエピソードです。はい、はい、総合商社って、はい、まあ日本にいっぱいあるんですけど、はい、その中でも弊社ってどんくらいの志望度ですか？私は、御社が本当に一番で志望しております。というのも、はい、理由は何ですかね？はい、他の商社の方にも少し連絡を社員さんの方と取ってみたりだったり、どんなことをやる気にしているのかっていうものを考えた時に、すごく私の今までの人生でやってきたことであったりっていうものが、モチベーションのもとっていうものが同じだっていうふうに感じたので、御社が一番に志望しております。これ他の会社もあったんですか？社員訪問。はい、社員訪問で一つの会社は社員訪問ができなかったんですけど、もう一つの会社は社員訪問を2人ほどさせていただきました。わかりました。ちなみに総合商社以外も受けますか？私が見ているのは、専門商社を見ておりまして、専門商社に1本に絞って見ております。専門商社ジャンルというか業界は、はい、ジャンルを見ているのは自動車産業とエレクトロニクスを見ております。結構自動車に興味ある。自動車に興味ある理由って何なんですかね？自動車に興味があるというよりは、今後自動車が変化していくっていうふうに私は考えてるんです。まあ皆さん多分考えてると思うんですけど、その部分でその変化していく未来の部分を自分たちで作っていけるっていうのはすごく関心があるなっていう風に感じて、やっぱ未来が見えないことに、エレクトロニクスもそうですけど、その部分に魅力を感じています。でも自動車に関わる仕事するのは自動車メーカーでいいんじゃないですか？もちろん自動車メーカーもすごく魅力的なんですけれども、メーカーっていうのはやはり自分の商材を持っていて、それを売ることでしかやっぱり資金っていうものを稼いでいけないと思うんですね。商社っていうのはその時代に合わせて、じゃあこの時代でこの人が何を欲しいのかっていうのを自分の頭で考えて、でしかも自分でメーカーを探しに行ったりとか、その会社まで行って何が必要なのかっていうのをしっかりと自分で考え行動して、それ自分が商材になるっていう部分にすごく魅力を感じてます。あ、でも自動車メーカーも自分で考えて自分が商材で営業マンいますけどね。うん、設計の部分で関わるってなると自分で作れるんですけど、メーカーの私もしもメーカーを志望するとしたら営業だと思うんですね。でもそこで営業ですと、やはりなんていうんですか、自分の本当にやりたいと思ったことを半分もできないんではないかなというふうに考えています。というのもやっぱり設計職ではないし、なかなか会社の方針に従っていくしかないっていうところがあると思っているので、私は自動車メーカーではなく自動車の商社でやりたいというふうに感じています。ですね、弊社もいろんな大企業もそうなんですけど、はい、バックオフィスって知ってますか？すいません、経理とか人事、総務、はい、っていうのもホームとかいるんですよ。でこれ志望して入る人ってほぼいないんですけど、でも新卒の中で 10% ぐらいはバックオフィスに入るんですね。可能性があるんですけど、泉さんもし入ったら、もし経理って言われたらどうします？私は経理であっても入社したいというふうに考えていまして、その理由はその社員訪問をさせていただいた中にご経理だったりっていう方とも社員訪問をさせていただきました。その方はもともとは経理だったんですけども、やっぱり熱意を持って経理で活躍して上司に私はできるんだぞっていうのを見せつけた上で違う部門に移動していったんですね。なので私は経理であったとしてもしっかりと自分のやりたいことに向けて努力をすることで最終的には道が開けるというふうに感じておりますので、経理でも最初は入って、そこでまずは頑張って、で実力を認めてもらって、最終的には違うところに移動できたらなというふうに感じております。はい、わかりました。じゃあ最後に何かありますか？はい、私は本当に御社を第一に志望しております。他の実は会社も少し魅力的だなっていうふうに感じたんですけれども、やはり人と会っていく中で私もそんな活躍している社員さんと一緒に活躍していきたいっていう思いがすごく強く感じたので、御社を志望しております。ぜひ入社させていただきたいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。終わりです。はい、ということで面接お疲れ様でした。ということでですね、南さん、お手元の○×の札を上げていただいてもよろしいでしょうか。札を上げる前にまず自分自身どうでした？話が長かったと思います。他には自己 PR とかって思ってたものを聞いてもらえなかった時の対処が非常に難しかったです。他には、はい、他の会社でもいいんじゃないのって言われた時にしっかりと根拠を上げられていなかったなっていうのが自分の中ではすごく悔しいところです。社長どうですか？そうですね、元気は良かったと思います。元気良くて、なんか営業とかすごい寄ってきそうだなっていうふうには思いました。僕からの判定は、はい、×です。はい、これ理由は多分自分が分かると思う、はい、おっしゃった通りです。いろいろツッコミの頃は大量にありすぎて、 まず大前提として言語の話が最初に聞いたんですけど、言語ってツールなんですよね。道具を持ってますで終わりじゃダメなんだよ、道具を使って何を生み出すことができますっていうところを結論ファーストで最初に言わないといけない。だけど結構ツール持ってますで終わったの最初、あれ終わったみたいな感じで、はい、どんな価値をもたらせるかってところを話すべきだし、はい、最初に分かりやすい成果、はい、まあ固有名詞とか数字とかで伝えるべき、はい、さらに数的な成果の20人中1位っていうやつはやっぱ20人だとちょっとしょぼい、ね、ちなみにこれまだボコボコのうちの B ぐらいだよ。本当ですか？B ぐらいですよ。なぜタイ語を学んだかの部分で、はい、1週間の旅行で、はい、この人生全て決めるようなタイっていう道を選びましたっていうのが、本当にってなんか納得性のある話をしてほしいかな。自分の内なるモチベーションを知りたいのよね。どんなモチベーションなんだろうみたいな、よく分かんなかった。英語をマスターしたって話がサクッと出てきたけど、はい、これすごいことじゃない、はい、これすごいことなのになんでこれ言わないのっていう。英語サクッとマスターしたっていう努力できるっていう、その努力できる能力が入社してからも伸びるかなっていう部分を知りたいのね、はい、だから再現性があるかどうかっていうのがすごい大事で、はい、どういう戦略を持ってどういうモチベーションでどういう行動をしたのかっていう部分を英語の方でも話すべきだよね、っていうのは。ちなみに南さんだったらどこで話してます？だから最初の部分で英語とタイ語できますっていうふうに言っちゃうっていう、両方できますっていう。でなんでってなっちゃう。それでいい。なるほどなるほど。英語マスター一切なかったじゃん。ちなみに英語サクッとマスターはどうやってやったの？これもすごい辛かったんですけど、サクッとマスターはしてないです。ちなみに、はい、ALT の先生が学校に一人いて、その先生に私こういうことがあったから英語はどうしてもできるようになりたいんだ、お願いしますっていうのを言って、昼休み40分かなお話を中学校1年生か3年生までずっとしていただいて、プラス毎週交換日記っていうものをしてもらいました。でそれを高校でも違う先生ですけど続けて、プラス英語科の先生に、放課後会話を一緒にしてもらうっていうことをやって、これを6年間やった結果最終的には高校では話せるようになった。でもそれタイ語の勉強でも生きてるわけでしょ、はい、そうです、生きてると思います。すごくそれだから大事な話じゃなくて、経理に入ったとしても、はい、例えば会計の知識とかって分かんないゼロですけど、英語とタイ語をゼロからマスターしたっていう経験があるから、何があっても正しい方向で努力することができますっていう話でできるじゃない。そこの能力は持っていった方がいい、はい、もったいない。せっかく武器あるのに武器を出さないっていうのがもう本当もったいない。志望動機の部分は2つありますって言った時に、1つ目が自動車と光産業で話してたじゃん。これ2つ喋ってみたいな、1つ目が2つありますって言うな、えみたいなどういうことみたいな、よく分かりませんでした。で、全体的に全部抽象的で、光の方でもなぜ NTT じゃないかっていう話がよくわからん、抽象的。自動車の話もそう、自動車メーカーじゃなくて、なぜ商社なのかっていうところもふわっとしてるし、具体性がない。社員訪問の話も社員の熱の話があったけど、これって別にどこの会社も熱あるわって思っちゃう。熱がない会社はない。みんな熱ある中でどういう色を持った熱なのかを知りたいんであって、その色の説明をする上では具体的な社員さんの名前が出てきたじゃん。その人の話をまず最初にドーンとするべきなの。それで具体性があるから、それって人にコピペできないわけですよ。コピペできないから応募者1万人の中から1人目立つわけです。コピペできない内容にするべき。経理であったとしても話があったんだけど、要は気合で頑張りますって話だったんだけど、気合かみたいな感じ。ここも頭良さそうに言った方がよくて、英語とかタイ語とか本当ゼロベースのとこからどういう努力をしたのかっていうのが再現性がありますって話、何でも吸収することができますっていう話をした方がいい。で、最後に恋愛と一緒なんだけど、もう好き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 って来られるとちょっと引いちゃうの。なんか私口説けるものは口説いてみなさいぐらいの強気な人の方が魅力的なの。好きは程よく伝えた方がいい。好きって直接言うんじゃなくて、例えば社員と30人と会いましたみたいなエピソードで好きを伝える。好き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 言ってる割には5人かみたいな、ちょっと少ねえなみたいな。ということで面接お疲れ様でした。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。どうでしたか？すごく正直な意見であったり、でここはいけないんだよっていうのをキーポイントで教えてもらえたので、そこをしっかりと改善して、次はもうわっと言わせるような面接にしたいっていうふうに。今日の面接でも結構素敵だなと思いますけどね。本当ですか？そのあくまでね、就職活動もある種の、テクニックとかその伝え方の部分が要素を占めてたりすると思うんですけど、根本的なその思いとか本気度とかは伝わったので、全然悲観せずに頑張っていただけたらなと思いますけどね。頑張ります。みなみさん怖かったですか？怖かったですね。なんかインスタグラムとかで見てみなみさんとちょっと違くってでもなんか怖かったけど、やっぱりどんな幻想にいやいや動画を見てたんですよね。でも動画をめちゃくちゃ見てたんですけど、なんか私が食べ過ぎたのかな、なんでみんなそんな泣かずに乗り越えたのかっていうのがすごい不思議でした。どういうところが一番きました？心に。自分が今まで練習してきたことをちょっと出せてなんかで、かつ焦ってないところがしっかりとピンポイントで伝えられて、でそこは確かにって思ってしまったところが一番悲しかったです。なんか今まで見てきたこうガクチカの型っていうものだけじゃダメなんだなっていうのを感じて、これをプラスに変えていただいて、頑張ります。こんなことを言うのは恐縮なんですけど、また受けに来ていただけたらなと思います。もちろんっていう形でどんだけ成長できたかっていうところを視聴者の皆さんにも言っていただけたらなっていうふうに思います。ポジティブ、すごい感情の揺れ動きがすごい。頑張ります。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと視聴者の皆さんも、泉さんを応援してあげてください。本当に僕らも追っていきます。ダメダメでもきっとなんとかなる。頑張れば。ありがとうございます。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。